天空に謎の穴、気のなれ。あれは焦ったな。見てみろ、永久冒険者団。そうだ、ダンジョンに行こう。いやいや、ダメです、みんな大騒ぎしますよ。そこは魔術と工夫で着方しろ。おお、なんてこった、こいつはすげえ。ロイド様ですぜ。見た目だけじゃないぞ、オートでできる。おお、外出できるかも。とっくにやってる。問題はシルファだ。伸びましたね。そうか、7ミリほど。騙し通せるとは思えない。こわ、うん、そこでだ。よし、聞こえるか。はい、よしよし、そっちのよ。多分ですけど、影武者できてます。リがピンとしてない。ロイド様が身なりを気にして。悪いですね。それにしてもむちゃくちゃにも程があるぜ。俺の精神を人形の中に。え、肉体をロイド様のゴムなんて。シルファに注意しつつ。こんな形しろだ、魔力まで循環し合う。今なら誰にも邪魔されず。なんだって。グリモ、はい、本当によかった。なんでもないっす、早く帰ってきてください。うん、妙なガキだよな。こんなにいい暮らしなのに、あるのは魔術の探求だ。見つけました、ロイド様。シルファー。